私は今、ある家の裏側に立っています。この家は、アイルランド人将校のために建てられました。それには奇妙なエピソードがあります。1848年の革命直後に、オーストリアの若き皇帝となったフランツ・ヨゼフ一世は、危うく襲撃の犠牲になるところでした。皇帝がウィーンのとある庭園を、オードンネルという士官の護衛で散策中のことでした。オードンネルは肉屋のヨゼフ・エッテンライヒと共に皇帝の命を救います。皇帝はとても感謝し、望みを一つ申してみよ、と言いました。オードンネルはザルツブルグをこよなく愛していて、ミラベル庭園の中に家が欲しいです、と答えました。これはさすがの皇帝にとっても予想外の高望みでした。そこで、せめてミラベル庭園の隅に家を建ててやることにしました。今日、ここでは町でも著名なギャラリーとなっています。